昨日と変わらないスタメン5人です。背番号0番オフェンスマシーン川村拓也、1番ベテランキャプテンです今野翔太。スターターがこれからコートに入っていきます。背番号7番の筑波拓郎、昨日に続いてのスターターです。フットベリードライブから1本バンクショット決めています。この時間はお互い点の取り合い、少しお互い交錯しましたが大丈夫そう。ジョーンズのシュートが決まりました。ムモジというところだったんですが、ムモジがピックに出てきます。向こう側河村、ペリメーターからシュート決まりました。2ポイントシュート。今日は2ポイントのこの緑の位置は松崎から外、川村剥がして3決まりました。今日3は1本目なんですが、非常にいい当たり、オフェンスマシここは落ちています。ウッドベリースピード上げる、スピードを上げて切り込んでいった。スピード上げる、ゴール下入ってくる、最後はトングに預けたがブロック。ムボジが守ってハインズが走る、イージー、ここはダンクでいきました。同点あるいはワンポゼッション差くらいまでは詰めていきたいが、小玉スリー決まりました。小玉キャプテン。谷口がピックに出てくる、トングも使う、ウッドベリー中に入ってくる、ムボジとのマッチアップどうだ、決まりました。これが第3クォーター最後のプレー。川村スリーポイント決まりました。今日2本目、川村拓也。川村無帽子、松崎からもう一度無帽子へポストプレー、また決めました。ムボジは第3クォーターだけで10得点をマークしています。谷口も待っていますが、その谷口、ウッドベリー、ウッドベリーのスリーポイント決まりました。ハインズ、これで73点目。ここも決まりませんでした。ハインズ走り込んでダンクでいった、ワンハンドダンク。ここはハインズが走り込んでのワンハンドダンク、今日2個目のダンクです。ここはもう残り時間見て試合終了です。80対70。今日はゲーム序盤から接戦とはなりましたけれども、西宮ストークスが